はい、そしたらスキンケアをしていくよ。化粧水はこちらベビミのスキンアップエッセンス、冬用でこれに変えたよ。見て見て見て、トロトロでしょ。肌にぐんぐん浸透していくのがわかるのよ。私の大好きなセラミドが5種類も入ってて、セラミドはね、肌バリアの機能を高めてくれるから好き。実際に使い続けると肌が強くなってってるなって実感できるから。でさ、この間びっくり判明したのがさ、無印購入品でも紹介したんだけど、噂の無印エイジングケアのさ、リンクルクリームってあるじゃん。もうあれ使った時ね、翌朝肌がブワーってなっちゃって、炎症がね起こっちゃってさ、でその後リサージのリンクルシューターをね、目の周りとほうれい線だけに塗ってたんだけど、無印のリンクルクリーム使った時と同じ症状が出てさ、なんだろうと思ったら2つともナイアシンアミドっていう成分が入ってたのね。多分ね、その成分が合わなかったみたい。同じ経験した人いるかな。だからね、最近エイジングケアで使うものはレチノール系だったんだけど、この化粧水はね、バクチオールっていう次世代のレチノールって言われてる成分が入ってるみたいで、その成分がね入ってるおかげからかわかんないけどね、お肌が爆上がり、肌をふっくらさせる役割があるみたいよ。